目でも美味しい、体に優しい、いりこだしを使った一汁三菜料理を手掛けるかしこの岸八千代さんの登場です。岸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは、年末年始の疲れが出る頃ですよね。頑張らないズボラご飯でお届けします。さあ、そして試食はこの後すぐお送りします。グッジョブ私も褒められたいの長谷川アナウンサーです。はい、年末年始の暴飲暴食で私は胃がかなり疲れてますんで、今日はうどん嬉しいです。はい、でも具材たっぷりの美味しいうどん作りますからね。よろしくお願いします。はい、今日はこちらです。具材たっぷり引っ張りうどんということで、これ郷土料理なんですね、岸さん。はい、山形の郷土料理で、炭焼きが盛んな地方で、山にこもって炭焼きをするときに保存の効く乾麺やサバ缶や納豆を持ち寄ってこの引っ張りうどんを作ったと言われてます。おー、なので簡単に食べられるけどしっかりと栄養もあるという、はい、そんなレシピになっております。ぜひ皆さんも参考にしてください。さあ、そして素敵なプレゼント型企画に参りましょう。ラクマキューRCC のアプリイラウで今画面に出ています。今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週は川根ゆずのゆずバターケーキギフトセットを5人の方にプレゼントです。アジア最大級の国産食品店フーデックス美食女子グランプリで金賞を受賞したんですね。しっとりとした食感と爽やかな柚子の香りが広がる究極のバターケーキです。参加するだけで OK ですので、ぜひ挑戦してみてください。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、まず今日麺つゆから作っていきますね。はい、こちらいりこです。いりこの下処理していきます。まずいりこの頭を取りますね。頭を取ったら身を縦に裂きます。はい、岸さんのところのかしこはいつもいりこだしですもんね。はい、そうです。瀬戸内のいりこだしです。お腹にこういう黒いのがありますので、はい、このお腹の綿を取ってください。この状態で使っていきたいので、はい、ちょっともう一個やりますね。頭取って、はい、もう縦にスッと裂けるんですね。はい、でコロッとこれを出して、はい、この状態を使っていきます。はい、しけではこれ旦那さんの仕事になってます。そうですね、お願いしてます。ではお鍋の方に行きます。こちらお水が入ってます。はい、はい、今日は岸さんの簡単なめんつゆの作り方でもとっても美味しいですね、このめんつゆね。はい、いりこと昆布も入ります。はい、はい、お水500に対して今いりこと昆布が入りました。昆布は5センチ角ですね。はい、はい、そしてこの中に調味料入れていきます。はい、みりん、はい、みりんが100。はい、醤油、醤油も100。はい、覚えやすいですね。はい、そして塩が少々。はい、入りました。これを中火にかけてゆっくり 5,6 分かけて沸騰させてください。沸騰したら弱火に落として 1,2 分煮ます。で、煮たものがこちらですね。はい、ほい、こんな感じで、はい、はい、昆布もしっかり開いて出汁がよく出てます。はい、ではこちらにですね、あ、これ暇な時に作っておいてくださいね。うん、はい、でこの削り節を加えます。はい、はい、5g の削り節。はい、で火を止めるわけですね。はい、そうです。削り節を入れたら火を止めてください。でこのまま静かに5分ほど置いてこしてください。で冷めたら冷蔵庫に移してくださいね。はい、こちらがポイントになります。日持ちは冷蔵庫で1週間です。冷凍した場合は3週間日持ちするので、時間があるときによかったら作ってみてください。はい、はい、でこういった空いてるね、うん、はい、ペットボトルとかに入れて冷蔵庫で1週間、はい、冷凍だと3週間、はい、とっても美味しいめんつゆなんでね、ぜひ皆さん作ってみてくださいね。はい、はい、忙しい時はもう市販のめんつゆでも OK ということですね。はい、OK です。はい、さあ、それでは具材の準備に参りましょう。はい、ではおネギを切っていきます。今日は薬味がたっぷりなので、はい、よいしょ。そうなんです。はい、おネギ切りますね。なんか本当薬味で食べるうどんって感じですよね。そうなんです。今日は青ネギを、はい、斜め細切りにしていきます。はい、浅川さん、山形名物ひっぱりうどん食べたことありますか？いや、聞いたこともなかったんで、ね、楽しみですね。ひっぱりうどん、うん、何ひっぱるんですか？うどんを、はい、お鍋にこううどんを茹でて、そのまま
こうみんなで直接引っ張り合うんです。お土鍋でみんなでこう取るみたいな、そのそ引っ張り合う。なるほど、はい、それが美味しいというね、うん、はい。さあネギを切りました。ネギもたっぷり切っておいてくださいね、はい、次はサバ缶です。はい、はい、こちらお皿に青しそを敷いてます。そこにでまたこのサバ缶がこの引っ張りうどんの特徴と、はい、そうなんです、うん、保存の効くものをこう持ち寄ったので、よいしょ、サバ缶が入るんですね。でもこのサバ缶が本当にいいお味になるので、ぜひぜひ入れてください、ね、なかなかサバ缶とうどん一緒に食べることないですよね。はい、で次は海苔ですね、はい、焼き海苔はコンロの火でさっと炙って手でちぎってます。そして卵なんですが、普通の卵でも結構なんですが、今日はうずらの卵を使ってちょっと楽しいかなと思って用意しちゃいました理由は楽しいなんですよねうずらの方が楽しいんじゃないか。なので普通の卵でも卵黄だけとかでもいいわけですね、うん、はい、いいです、はい、あとはすりごまです。はい、すりごまも準備してください。はい、納豆です。納豆は今日引き割りのものを用意してます。はい、はい、では混ぜますね。タレと合わせて混ぜます。これだから市販のタレをつけてでいいんですね。はい、うん、混ぜてお皿に盛ります。はい、はい、これもう私ネギ切っただけなんですごい簡単ですよね、うん、あ、今日ポイントです、薬味をたっぷり入れることでサバ缶や納豆の癖が和らぎます。はい、それでたくさんの薬味があるわけですね。はい、はい、では、お鍋の方にお湯を沸かしてます。ここにうどんを入れて茹でていこうと思います。はい、はい、ではこれうどんは何でもいいんですか。はい、今日は早く茹で上がるように茹で麺を使用してるんですけど、うん、乾麺でもいいし冷凍麺でもいいし、お家にあるものを使ってください。だから山形だと保存のためにね、結構乾麺とかなんでしょうね。はい、はい、うん、乾麺がそういうなんか言われになってるみたいです。はい、では茹でている間に食べ方紹介しますね。はい、ありがとうございます。お椀の中に具材を盛り込んでいきます。はい、ではお椀の中にまずシソとサバを入れました。はい、はい、シソとサバ、はい、そして引き割り納豆です。引き割りだとうどんとよく絡むのでいいと思います。はい、ネギです。ネギもたっぷり。はい。わさっと。そして海苔です。海苔も加えて、そして、はい、うずらの卵です。はい。はい、よ、もうちょっと。はい。入れました。そしておつゆを注ぎます。先にこうやって具材を入れておつゆなんですね。はい。うん、感じで、はい、おつゆを注いで、はい、これをぐちゃぐちゃと崩しながらうどんと一緒にこうズズズと召し上がってもらいたいんですね。はい、ありがとうございます。はい、ではおうどんも温まりましたので、はい、はい、ではそちらに持っていきます。ちょっとこうイベントっぽい感じもあっていいですねそうですね、よいしょ、はい、ありがとうございます。はい、よいしょ、こんな風に土鍋をドーンと食卓に持って行ってください。はい、こちらで具材たっぷり引っ張りうどん10分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。山形県の郷土料理引っ張りうどんはささっと手軽に作れる上に栄養満点です。具材をたっぷり入れて具を崩しながらうどんと絡めるようにして食べます。その他にも天かすやとろろ、大根おろし、キムチ、七味などもおすすめとなっています。また今回作った簡単なめんつゆは1週間くらい日持ちするので、お時間になるときにとっても、便利に使えると思いますので作ってみてください。美味しいんですよね。親子丼や煮物にも使えますし、小分けして冷凍ストックも可能となっています。この引っ張りうどん、岸さんのお家でも仕込みなどでお忙しい時には大活躍のレシピとなっています。
さあ、それでは長谷川さんどうぞ、はい、いただきます。いや、これもう見た感じ、お椀の中がまずすっごい美味しそうなの、これ、うん、ね、豪華なんですよね。すっごい美味しそうなんですよね。で、これをぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃにするんですね。はい、はは、初めてですね、こういうの。なので、めんつゆがそんなたっぷりではないんですよね。はい、うん、そして、これにこうつけて食べるんですね。はい、では、いただきます。はい、で、これ、食べ方としてはどうやって食べるのが正解なんですか。具材を崩しながら具材とうどんを一緒にズズズと食べてください。ズズズ、具材とうどんを一緒にズズズですね。はい、はい、うんうん、あ、これ旨味が効いててうどん美味しい。これいいですね。はい、温まりますしね、土鍋でね、はい、うん、とても10分で簡単に作った感じではなく、いろんな味が楽しめてすごい美味しいです、うん、ありがとうございます、はい、うん、ぜひ皆さんも忙しい時とかね、作ってみてくださいね。さあ、明日はですね、フードコーディネーターの平山さんにたっぷりほうれん草のチャプチェ風を教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。岸さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。